はい、ということで今週もやってまいりました。金曜日、定例配信会ですね。スタッツ X 定例配信会始めたいと思います。いつも通り、21時からミニ体育会式の保存日予定しております。それまでは文字合いの放送をお楽しみください。それでは今週もよろしくお願いいたします。
Come on!
Oh!
Oh,
Thank you.
Round one, fight!
Thank you.
Thank you.
はい、じゃあ第65回四季の細道ですね、始めていきたいと思います。ワンピー側の龍が破天荒さんで、ツーピー側がカワシムの DJ ですね。さ、今日は龍と DJ が若干多めかな。早く端々玉の打ち合い、さ、ジャンプ台形届いて DJ 側は飛びガードできましたね。さあ昇竜使って、足で固めて、さあ抜けているが単発ヒット、上り蹴り対空、鎖骨台足、ピヨってないのはちょっと運がいい、あのピヨってれば終わってた可能性もありましたね。さあ固めてから最後は投げ、破天荒さんちょっと暴れなかったですね。さあファイヤーで置き攻めはめくりから投げ、さあ波動引っ掛けて壁端、さあ2ラウンド目は破天荒さんペース。さあこうなるとじっくり昇竜拳根元で入って、めくり竜巻から投げ、さあ1ラウンド取り返す。さあ台形届く、あの場合弾打てないっていうのは若干龍やりにくいところですが、さあ打ち合い、昇竜出なかった、スパコンガードして、さあ弾踏んだ、竜巻相打ち、ここ難しい、最後はソバットと足払わないうちで勝ったのはカワシム。さあ続いてワンピー側はまた龍ですね、辰俊さんの緑色の龍、さあソバットは若干暴発っぽかったですが勝利なかった、弾打ち合って弾に飛ぶだけで間合いがちょっと良くないと、あの間合いですね、あれ昇竜出しても当たらない。さあ飛び放題、ダイスラー上に意識を振っておいてのダイスラー、1ラウンド目はカーシムの DJ、 さあ打ち合い打ち合い、はいこんばんは、あ山本さんですね、あセロテープさんこんばんは、リュー DJ 続きますね、続いてますね、2戦目これはちょっと知らないとあれですね、そうですね、あの大じゃ DJ の台形が届く間合いをキープして球の打ち合いとかしてると DJ は球に飛んで打ってなかったら足伸ばさないみたいな、リューの楽しいところがほぼない組み合わせだと僕は思ってるんですけど、なるほど、うん、球がたくさん打ちたいのに球打ったらなんかジャンプ台形もらうみたいな、そうそう、ダウンさせても置き攻めとかあんまいけないし、いけないし、ビューとしてはあんま面白くないのかなと思ってるんですけど、さあいってるうちに、はい、カワシム2連勝ですね。続いてハクさん、ハクさんはキャミーですね、
はい、開幕、お互い様子を見合って、やすら、やっぱり玉さん、今日なんか随分キャラを悩んでたんですが、あ、そうなんすか、悩んで結局、1キャラ目はキャミ、僕もまだ見てないんで、2キャラ目とか知らないんですが、あら、珍しいですね、悩んで選んだ キャミでしたが、ちょっと DJ は、経験値が必要な相手ですね、そうですね、やっぱりどう考えてもキャミ不利な感じしますからね、そう思います、おっと、ピヨってしまった。おっと、ラッキーだが、指名を取り留めたが、残念。続いて青木サイクロンさんですね。カワシムさんが3連勝かな。青木、はい、続いて青木サイクロンさん。まあまあまあ、あの名前の通り青い残儀の方でね、すごいダンディーな方ですが、青同士なんで背景も青でちょっと見にくい組み合わせかと思うんですが、これはザンギはもうひたすら近づくしかない。しかし DJ は通常技が強いが、おめくりコンボからピヨらせて掴みに行けないが、ストマックで、お投げくださる、あれが青サイチョップ、伝説の起き上がりに重なってる風に見えるとこですが、あの隙間に割り込めるチョップ、すごいっすね。1フレしかないですよね多分ね、あの攻撃判定のところ そんな早いんですかね、よくわかんないですけど、まあすごい、今のが青サイ大パンチ、ピヨってしまう、おかげでピヨで、しかもバニシング、最後はバニシング、最強ですね。1回もスクリュー出してないですからね、スクリューはめ方見せかけて大パン入れてピヨ率高めたところでピヨらしてからのバニシング、そうなんですよ、完璧ですよね、残機使いなのに、はい、青木サイクロンさん勝利で、続いてウネさん、ウネさん選ぶのは1キャラ目、確かにあれ竜、残念ながら1キャラ目の竜なんですね、あれ S 竜じゃない、しかもそうです、今日 X 竜でエントリーしてました、心を入れ替えた、野試合でも使ってたから、なんかちょっとやってみよう的 な今日少し早めに来て竜とかやってましたよ、なるほど、残儀竜結構ね組み合わせ難しいですからね、竜はやっぱり S やってるよりも X の方がいろいろできて楽しいんじゃないかと、あーなるほど、そうですね、まあ2分の1しかないですからね S は、そうですね、まあ差し合いがちょっと強いとかなんか なくはないんですけど、硬いの好きな人は好きそうですけどね、そうですね、おっと最後めくりに、めくり入りましたよね、めくってるっぽかったですね、あれ隙間に入って表ですかね、はい、若干隙間があって表か裏か分かんないですけど裏落ちにはなって裏落ちになってて変な方向に吹っ飛ぶみたいな、あーそっか、でもあの感じ確か表の可能性ありますね、そうですね、まああの出してる方も分かんない系の、さああの反応、青沢さん自身今首をかしげて、最後は弾いてみた、じゃ次僕なんで行ってきます、あはい、あれ続いてスロデフさん、青木サイクロンさん勝利で、スロデフさんまさかの同キャラ戦なのか、いや違う、まさかの出たバルログ、そして選ぶのもなぜか青いから、今日はセロテープバルログですね、セロテープバルログは久々じゃないですか、もしかしてあんまり見ないんですよ ね、確かに、あ、色も青色そうなんですよ、魔王さんのカラーなんで、ね、最後はスカイアクロ、セロさんがバルログで勝ってイエーイと叫んでいる、盛り上がってますね、セロテープさん盛り上がってます、いいと思いますよ、すごい、すごい、でもバルログ残儀っていうとなんか9対1のイメージがね、そうですね、ありますが、でもお、あさなんとハメかよと、ハメかよと、残儀相手にバルログ使いがハメかよとって言ってるっていう、そうですね、とんでもない状況、ハメないと勝てないですからね残儀はね、とんでもない状況、あれでもあれですよね、今日まだスクリュー一度も見てない気が、エヴァのせいにしてますね、エヴァのせいセロさんのバルログが
いやしかしこれはスピーディーすぎますよね。この地上戦、地上戦と言っていいんですかね、これはね。うん、もう分かんないですね。まあ、ダブルアレあるから、うかつに飛べない。青サイさん、頑張れ。おー、素晴らしい。さあ、青サイさん、頑張れ。頑張れ、頑張れ。ダブルアレ、さあ、そこから、はめちゃい、はめちゃい。あー、よっしゃ、もうアタック。ボディで。ボディ。アイサルボディで。青サイさんが勝ちました。素晴らしい。次は、いろはさんの、いろはさん DJ ですかね。どうめに遊れましたよ。ね、はめられちゃいましたか。はめられた。あ、いろはさん X 剣ですね。久しぶりにいろはさんの X 剣見るような気がします。初めてかな。でも今日の試合で何回か入られましたが、さあ青瀬さんは龍拳大好き。おー、いいですね。空中竜巻うまいですね。大パン空達ができると、ジャンプ大パン空達ができると、うん、結構ザンギ戦は楽しいというか、ザンギがめんどくさいですね。地上戦は大沢さんに分がある。竜とまたちょっと違った独特な立ち回りがあるんですが、うん、さあ埋め込みが甘かったか。さあ今入るのは偶然に入ってるのか分かんないけど、すごいですね。昇竜拳、一文字いいですね。一文字いいですね、いいですね、いいですね。いろはさん他のキャラ使ってて見て思うのは、間の取り方うまいっすね。なんかそうですね、そんな印象がありますね。下がりながら戦うのは結構上手ですね。あれですね、相手がじれて動いたところにお釣りだけ入れるみたいな。相手からすると端の方まで追い詰めてから試合が始まる感じ。さあ逃げた。すごい、すごいっすね。なんか見てて新鮮な剣の動きのやつ。さあ上が通らないぞ。おお、投げる、チョップ。これで次はエクスパーさんですね。青サイさんとエクスパーさんの竜ですね。さあエクスパーさんの得意のこのトリッキーな動きがどうやって青サイさんに立ち向かっていくかが決めるですね。さあ昇竜拳、さあこう当てて、さあ吸い込むところを試し込んでいく。青沢さんが飛び込むタイミングを見計らってるのか、そこをジャンプタキック。勝利勝利でゲージを貯めてる。そこで真空は出すの早い、すごい。ここで波動拳、しかし青沢さんもこうやって見ながらダブラリじりじりと近づいて、そこをしゃがみクックでやりながら竜巻、この当て方うまいですね。ゼロだったんですね、最後竜巻見事。立ち台パンチすごい。そうですね。さあそこを転ばして、間をじりじり詰め込んで、ああ転ばせる、安全重ねてから、あ転んだ後に、大足ボディから直接、あスクリューではない、竜巻を落として波動拳でエクスパーさん、こうやってじりじりこうやって吐きながら、こうやってしゃがみ台を出すようで、ファイヤー波動で転ばすようになってます。しかしまだ青シャイさんの方が体力まだありますね。
そうですね、画面端だいぶ厳しいですからね、龍は。ああ、真空、入った。これはうまい。ああ、起き上がり、怖い起き上がり。今の中段ではスクラップも知らなかったですけどね。さあ、ここから、ああ、しかし今のはうまい。青シャイさんうまい。ジャンプ大パンチうまい。ちょっとレバーがちょっとマシントラブルっぽいですね。ちょっとレバー交換です、すいません。一度中断、試合を中断です。一旦中断なんでね、話つなげましょうか。いやー、そうですね、ちょっとレバーメンテ入りますんで、一度疑惑がね、レバー悪いぞ疑惑が。今店員さんに見てもらってます。申し訳ない、配信はちょっとCPU ガイルに一方的にボコられるザンゲーフっていう絵になっちゃうんですけどね。いや、しかし今日東京寒いですね。またね、雪降った頃みたいな、寒い感じになってきましたね。おっと、ここで 2P 側からまさかの乱入者が入りましたね。レバーチェックですよ、レバーチェック。 2P 側もレバーチェック。おお、青い魔力が。一方的ですね、試合が一方的。ちょっと今レバーを見てみてます。はい、じゃあちょっと今ですね、レバーメンテ入りましたので、どうでしょうね、感触はいいですかね。いいですかね。まあ、いいです。スクリューが出ないのは個人の責任なんで、そうですね、メンテがどうとかじゃなくて、はいはい。じゃあ続いて、歌舞伎くんさん。歌舞伎くんさん1キャラ目は、お、龍。龍続きますね。歌舞伎くんさん、あーっとピヨッとします。綺麗な三段が。あれね、僕が教えたんですよ。あ、本当ですか。はい、ちょっとスクリューも教えてあげてくださいよ。スクリューも教えました。池袋、おっと、お、大好きなやつ出た。スクリュー出ないのかなって思っちゃうんです。え、あんなとこからアオサイチョップ落とせるんですね。アオサイチョップ後頭部も落とせるんで、かなり反応さえ良ければ、めくり立つ人がでも重なってなければ落ちます。さあ、行ってるうちにめくり気味はじりじり寄ってくる。そして、お、めくりから投げ、受け身は取っている。最後はジャンプ大パン。最後は思ってたんですね。お、はい、あ、なるほど。ペコさん、なんかいろはさんが色間違えたのではなくて、あれはなんかペコさん用にあえてあの色にしたらしいですよ。ペコさんリスペクトで。さあ、山本さんのチュンリー、青サイさんはチュンリー大嫌い。さあ、ピヨって1。さあ、安い天章出させて続き入らず。
最後は上からはめてみた。さあ2ラウンド目、垂直台形、さあ端まで追い詰めて、さあ垂直台形投げちゃう。あれは受け身さえ取っていればお釣りのスクリューが入るので、さあ垂直、さあ反応ダブラリー、大足、さあ今度はボタントラブルか。大丈夫、ダブラリはどんなに上手くてもねやりが出ないですからね。さあ時代系対空中足垂直チョップのトス、さあ垂直引き攻め、上から行くのはちゃんと、おっと青サイチョップに勝つ、百列暴れ戦列、さあ止めたのは山本さんだった。続いてヒカルさんですね。続いてワンピ川ヒカルさんの竜ですね。さあ球打ち合って、さあここまでまだお互い仕掛けていない。さあ先に仕掛けようとしたのは山本竜、山本チュンリーでしたが、ファイヤー出して、さああと今の天章が入るパターンですね。溜めてなかったのでつながらなかったですけども、溜めに引っかかってるので天章がつながるやつ。さあ波動で高かったので天章置き詰め、重なっていない。さあ大ゴス大ゴス大ゴス投げ、横入れ大パンチを4回押してましたね。ちょっと慎重にいってしまったが、さあファイヤー踏まして、さあいい感じで投げて、シンク使っていく、竜巻ガードして投げて、さあ戦列もらってしまう。最後は逃げずり、さあ3ラウンド目、垂直台形、さあおっと百列やめたところを投げ、さあ戦列使わせて、立ち中継対空、さあショウリュウ多分戦列目だと思うんですが、ちょっと早かったか、勝ったな山本さん。さあ続いてワンピー側はお茶丸さんのチュンリーですね。青いのがお茶丸さんのチュンリー、オレンジ色が山本さんのチュンリー。さあ上り昇景対空、チュンリーチュンリーよくわからないんですが、
ジャンプショーケートが中継って落ちるんですかね。ガードしてるところを見ると落としづらそう。踏ませて、さあお互い戦列はもらわずに、最後はテンションに引っかかる。1ラウンド目取ったね山本さん。お、なんかペコさんの剣は赤色、そんな頃もありましたよね。さあ、あ、投げて戦列避けて、上り昇桂、上り昇桂、投げて投げる。ガードしたら投げ、そうですね、ガードしてるんだから投げないと。さあガードしてるから投げる。さあジャンプ昇桂から投げ、中足から投げ、勝ったのはお茶丸さん。はい、続きまして、グッチさんのホーク、グッチホーク。S ですかね？はい。S、S ホーク。S ですね。S。ゲージない。なるほど。あ、いや、ゲージありましたよ。失礼しました。X ホーク。X ですね。はい。ちょっと我々の位置からだとゲージが見えにくいんで、申し訳ございません。茶丸さんは、今日はチューリーなんですね。最近ちょっとチューリーハマってるみたいで、さっきのダルシモも使ってて、だんだんオールラウンドプレイヤーになってくる。そうですね、いろんなキャラ使ってますよね。ところがまあさすがに投げキャラに対しては厳しいか。あ、グッズのグッズこれはもうどうしようもない、もうどうしようもないですね。俗に言うダッポーってやつですかね。ダッポー、ダッポー S じゃなくてもダッポーですね。そうですね、グッズさん勝利。続いて、テラさん、初参加の方ですね。テラさん、宇宙ですね。テラさん、使うのは竜。お、なるほど。僕の剣赤色ですよ。誰かというのはペコさんだったね。ペコさんですね。足あったかい。あ、ほう。なるほど。足あったかい。いいですね。残念ながら僕仕事ですけどね。はい。と言ってる前に1ラウンドグッチさんが取って、端詰めていく。あっと、竜はこれが厳しい。N コパからがちょっと、おっと、シンクも抜ける。あれ自動2択ですよね、多分自動2択入ってると思います。グジさん勝利で、続いて破天荒さん。が破天荒さんで、龍、そのまた龍ですね。破天荒さん龍。その後俺で、あ、加藤さん また龍。破天荒さん頑張ってほしい。でもグッさんの、そうですね。その、そのこの、そう、この隙の取り方がうまいっすよね。そうですね。明後日は寒い。なるほど。日曜日は寒いそうですね。ペコさん天気予報になったね。天気、ペコさんの天気予報ですね。ありがとうございます。と言ってる間、お、最後は投げ、今度の着地を、アテンコさんもだいぶやりますからね。
平成ガード。コントロールダイブでも二度と削れるときあるから怖いっすよね、ガードするの。あ、もうこの前怖いっすよ。おー、竜巻。竜巻を吹っ込んでいった。しかし起き上がり、翼で吸い込んで、繰り返しました。トマホークですよね。あ、破天荒さんもすごい気合が入ってる。ね。さあ、詰まった。いいですね、今のファイアーです。さあ、さあ、めくり竜巻いいぞ。ちょっと、ここで我慢を。フォークの飛び出しさせた。おおおお、うまく着地感がいいですね。竜巻さんを降りたところをしゃがみ台蹴り。しかし、さあ、しかし、さあ、ここで回す。さあ、ここで1回目。さあ、もう1回回すか。もう1回回す。ここでグッズさんの、こうなると厳しい。次、ユーラーとしては厳しい。続いて、タスルさん、お願いします。いやこれね、竜有利とは言われている組み合わせですけどね、かなり厳しい感じがしますね。ですね、こう昇竜をすかされたりするとですね、だいぶ厳しいんですよね。昇竜か竜巻で割るしかないんで、竜としては転んだらダメみたいな感じですね。あの、本当の本当に完璧にやると理論上詰むっぽいんですけど。なるほど、竜はやることがない。竜巻もちゃんと見てから落とせるようになると、そうですね、ループ自動に入ってると落ちちゃいますからね。ですね。あとボタン離してちゃんとしゃがみで出して、竜巻上行ったのをしゃがみ中盤で落として、また安全重ねとかできれば。なるほど、竜巻もダメで確実に、だから落としていかないとダメってことですよね。さあ、転んだ。今ちょっと早かったですね、投げが入ったかな。さあ、勝利暴れていく。真空で削っていく。おっと、真空今体力的に削りもいいんですけど、真空あると相手があの対応が1個増えるので、はいはい、はめられた時を取っとくのも手ですね。そうですね、逃げるように1回は逃げれますからね。さあ、林一回逃げられるのかな。そこが自動二択で、なんかトマホークでもしかしたらダメかもしれないですね。トマホーク抜けられそうなんで。さあ、左右にうろうろしてるだけで端まで行ってしまって、端っちゃうとダメなんですよね。さあ、一回、さあ、ピオリチあるよ、これ。あそこ、竜側はちょっと前に詰めてプレッシャーかけていかないときついですね。今、波動2発でピオリチだったんで、そうですね、今勝負かけてもよかったと。最後はコンドル。続いて、ハクさん。いや、グチさんホーク強いっすね。そうっすね。ハクさん DJ。 お、この前夜な夜な練習していたという。あ、そうなんですね。ハク DJ ちょっといいキャラ選んじゃったんじゃないですか、これは。さあ、開幕マシンガン。さあ、 DJ に地上でトマホ当てるのは結構難しいですが、かなり踏み込みましたね。そうですね。スライディングでも出してたんですかね、今。いや、かなり本体に当たってる風だったんで。なるほど、すごい立ち回りでも開幕歩きコパンを当てていく。さあ、仕込みトマホ1回、おマシンガンまで、マシンガンで抜けた。お、スワで入れ替わった。と、とりあえず名を逃れたが、おっと、お、スワで落とす。強いっすね、スラ。ジャック3回当てて、めくりはガード投げる。勇気ある行動。おお、上りコパン、ジャンプジャックパンチ。ちょっと減りましたね、今のはコパンにしては。そうですね、根性値、ね、そうですね、2ラウンド目なんで。ダイスラップ、ジャック。おお、ちゃんとさあ、めくりにいく。乗って3回ちゃんと下段混ぜましたね。さあ、どうする？割っていく。さあ、ゲージあるぞ、これどうする、これ。おお、さあ、アントミ失敗。なんと勝ったのはハク DJ。 ハク DJ、 はい、続いて、川島さん。まだあります。はい、続いて川島さん。あれ、川島さん店員じゃないです。
はい、カシムさんは、DJ、あれ似たような色選んじゃいましたね。ちょっとどっちか分かりにくいぞ、これ。ちょっと、うん、ナスみたいな感じになってますね、お互いに。ナスビみたいなカラーで、お互い、秋なのか夏なのかみたいなね。はい、スラが刺さって、どっちだどっちだ、ワンピーが勝ったからハク DJ が勝ったんですね。まずは、スラを差し込んでいって投げる。しかし今回ジャック、おっと拾えなかった。おマシンガン投げて、ジャック、おっと、川島 DJ が一本取り返した形か。しかし分かりにくい色だ。スラーで落として、お、ピヨッタ、つながらない。さすがに川島さんも同キャラはあまり経験がなかったようで、川島 DJ 勝利。続いて、ウネさん、ウネさんは選ぶのは当然メインキャラガイル。お、ガイル対 DJ ですね、今流行りの。どっちなんでしょうね、ガイル対 DJ。 球の回転は DJ の方が、あ、ガイルの方が速いのかな。球の回転はガイルですね。ですかね、はい。あ、なるほど。竜巻で抜けれるのはソニック、抜けれないのはヤスラス。そうですね、まあ、竜はあんまり関係ないですけど。そうですよね、はい。ってことは高さが違うんですよね。あ、そうですね。さあピオル投げる、はい、エアスラとソニックを打ち合っている。店員さん、両替機をお願いします。別件対応中。またしてもな、ピヨったとこ投げられる。はい、続いてセロテープさんですね。川島さん勝利で、セロテープさんは2キャラ目は選ぶのはザンギ。ザンギ DJ、これは DJ 厳しいか。おっとペットバットになってしまう。ダイス刺して、めくりからカーニバルを出したがガードされてしまう。とはいえ残儀も厳しいのか。これは飛んでいく、お、噛んだ、直接噛んだ、噛んでいく、飛んで落として大足、安全重ねからまだ1ラウンドまだ1ラウンド、
さあスラで、あ、裏パワー、お、出た永田スクリュー、永田式スクリュー、おっとめくりが入ってしまったが、おっとコボミス、残り0ドット、どうするどうする、あ、おっとまだあるぞ、あーっと着地を食らってしまう、カーシム DJ 勝利で、いろはさん、ここで友田さんが、なるほど、ここで友田さん最後のプレイヤーとしてね、はい、バイソン、友澤バイソン対、DJ、川島 DJ と、迫っていく、投げる、速い、ダウンが奪えて速い、素晴らしい技ですね、やっぱグランドストレート、お、なぜかここでクレイジー、おっ、タンパが入る、しかしあまり減らなかった、おっ、なぜかジャンプで逃げようとした、わーわーといくが、飛びが入る、ヒヨリーチ、しかしゴチゴチいかれる、お、またゴチゴチ、最後はクレイジーで削り、友澤バイソン勝利で、続きいろはさんですかね、いろはさんは当然選ぶのはあのキャラ、あれ DJ、 あれ XDJ ですね、なぜか XDJ を選ぶ、今日 DJ 多いですね、落ちて、しかし先ほど投げて、お、止める、止めた、これいろはさんですね、ジャンプジャックパンチ、やっぱジャンプジャックパンチ強いですね、クレイジー止めれるんですね、おっとアントミ失敗で食らってしまう、さあヤスラ割っていく、下段からの2段削りでもいいから使っていって、画面端から動けない、あのヘッドの削りずるいっすね、さあエアスラをヘッドで抜ける、2回に1回ぐらいヘッドで避けてるだけで、そのうちクレイジーが溜まっちゃう、さあ段を逃れた、おっと後ろからスラ、しかし起き上がりにヘッド、クレイジートモザ DJ し、あ、トモザバイソン勝利で、続いてエクスパーさん、ラ
なんかさっき友田さんちょっと嫌な予感がすること言ってたんですよね。来た時になんか今日はバイソンしか使えないからみたいな。何ですかそれ、バイソンしか使えない。あ、多分お酒が入ってらっしゃるんじゃないかな。あ、そういうことですか。はい、でそうするとこの後もう一回バイソンが来るっていう。あー、なるほど。さあ、足払い波動当たったんですが、攪拌クレイジーちゃんと入れてますね。そうですね。落ちて、さあ削りまくって、そして、友澤バイソン勝利で、続いて歌舞伎さん、歌舞伎くんさん、歌舞伎くんさん、歌舞伎くんさんももちろん選ぶはバイソン。あ、これ次の大沢さん大喜びじゃないですか。どっちが勝ってもバイソンですよ。ラッキーですね。はい、落ちて、もうすごい低い位置を埋めていく。さあ、溜まっちゃうとこれグランドを、さあどうするこれ、出したところ落ちる、クレイジー。ヘッド、ヘッドが出る。なるほど。おっと、グランド出したが、あ、クレイジーを出したが割れてしまう。あんなにヘッド、あれなんすね、万能なんすね。ヘッドは超無敵時間ありますよね。そうっすね。ただ攻撃判定が出るのがちょっと遅いだけで。トモザバイソン勝利で、はい、続いて青スキーサイクロンさん、ザンギですね。こんばんは、川島です。こんばんは、こんばんは、川島さん、こんばんは。さあ、青斎さん、 DJ バイソン、やっぱりバイソン有利ですかね。 DJ バイソンですか。はい、 DJ 有利だと言われてます。 DJ 有利だと言われてるんですか。言われてます。なるほど。が、まあ、お互いに難しいカードですね、 DJ バイソン。なるほど。さあ、青斎コパンが、ザンギバイソンで、あ、これは半角は、おっと、透かしてしまう。おっ、ダブラリー、半角を逃がしてしまう。さあ、青斎さん苦笑いしてます。今日あまりいいスクリューが見れてない気がする青斎さんですが、あ、俺もね、ザンギ使うんですけど、いまいちね、このバイソンのオアが止まる、コパンで止まる距離がね、いまいち分かんないですよ。ああ、なるほど。あのコパンですね。致命的ですよね、それ。そう、いまいち分かんない。適当にやってます、俺。止めないと、もういいようにやられるだけですからね。さあ、マッハ1。下段に突っ込んできますね。あれ、見てからどうにかできる技じゃないですよね、あれね。さあ、ね、あっと、逃した。さあ、もう一回チャンス。さあ、トモザックリンが、お、アッパーが、さあ、ワンチャンを生かしきれるか。さあ、ガード固い。あっと、おっと、ダブラリーに刺さってしまった今ね、多分アッパーでしょうね。グランドアッパーに行ったところ、ちょっと距離が近くてダブラリーが当たってしまう。やっぱ強いですね、青沢さん。これ2周目です。もう2周目ですね。そうですね。ヒカルさんのバルログ。さあ、これバルログね、難しいんですよね、結構ザンギ戦。さあ、画面弾いたがヒョウで逃げる。さあ、爪でチク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 。おっと、ヒカルくん久々にバルログです、ね、さあ、ちょっと近い。あっと、捕まえた。今のはバク転では逃げれない距離でしたね。バク転しても多分大しゃがみで足が届く。さあ、開幕ダブラリー。さあ、死んでしまうのか。
画面端は厳しい。さあ飛びから直接スクリューは使ってテラーが入った。さあ、あっ、頭突きピヨってしまった。さあ何をやってるか。しかしピョンピョン飛んでる。なんかぐるぐる回してたみたいですけどね、光らなかったですね。さあ光くん死んでしまいました。さあ次は勝利で山本さんですね。次さあ山本さんはチュンリーかな。さあ、あ、竜、あ、残念。さあ青サイさんは竜戦はかなり大好きですね。かなり高いレベルで戦いますよ。はい、大好きですからね。もうゲーセン見渡して竜がいないと俺に竜やってくださいってお願いしてきますからね。さあ画面端きつい。さあ波動が打てない。青サイ軸、青サイ空間、絶妙な距離。さあコパコパコパから垂直へ、途中で混ざる垂直がよくわからない。さあダフラリの精度もかなり高いものがある。おそらく 95% ぐらい出るんじゃないですか。ダブラリー20回に1回ぐらい失敗するぐらい、それぐらいですね。すごい。しかもあの距離で見てからダブラリーやりますからね。今の前よく打ったスパイル。さあ竜巻、これは昇竜いいですよ。コパンから昇竜、投げのタグですよね、あれね。そうですね。しかもうまく当てるとあれスクリュー入らないんですよね。あれ温まるんですよね。あ、勝利入って大足ガードできたがダブラリー当たってしまう。さあ青サイさんが止まりません。お茶丸くん、続いてお茶丸さん、バルかな、バルログかな、ホンダ、ホンダ、バルログ。さあお茶丸くんはバルログです。そうです。さあこれバルログね、ザンギ戦ね、結構めんどくさいんですよね、まあ、ザンギ側から言わせるとそんなことねえよって思うんですけど、いざねバルログ使ってみると分かるんですよね。さっき僕頑張ったんですけど負けちゃいました。あ、バルログだったんですか。はい、この色でやったんですけど結構難しいですよね。表なしでちょっとあの固く立ち回るやり方やってみたんですけどね。あの青葉さんのバルログを参考に、はいはいはい、表も入れた方がいいのかな。まあ、表は削りですよね。あの削りで使うぐらいで、ただワンチャン読まれて、はい、あの間合いをね詰められてからの表は落とされる可能性があるんで、最後しゃがみ大詰め、もうほんと端端ぐらいじゃないと、そうですね、今日はいけないと思いますよ。残機がただ端で1回ガードすると頑張ってちょっと歩くしかやることがないんですよね。頑張ってちょっと歩く、頑張ってちょっと歩くと間合いが変わるので、ちょっとずつ安定しなくなる。いいですね、あのスライディングセンスターって、あれ何もないですね、お釣りが。さあ言ったけど、さあお茶丸くんいい動きですよこれ。さあでも頑張ってちょっと歩いてる、読まれないように何か混ぜながら。そうですね、あっと余計なことしたか、たところ上げた、裏にいる。さあ止めたのはお茶丸バルログ。さあ青サイさんは何勝かな、今何勝青井さん今3勝。さあさっき、1回目の残儀で青井さんは6勝してるので、今のところ暫定1位ですね。さあ次はテラさん。さあ式デイトナー式に来るのは久しぶりのテラさんの、あ、クレジットお願いします。さあキャラは何でしょう、リュウかガイルか、ガイル。さあテラガイル、ガイルバルログ、これもうねガイルがちょっと有利なんじゃないかと言われるぐらいのカードですね。それやってる人一人しか見たことないんですよね、これね。バルログ、もう地上で行かないとね、上飛ぶとほとんど落とされるか、まあ何もないんで。確かにこうやって亀になってるガイルからダメージ取るのは結構実は難しいですよね。そうですね、この気持ちよくすらガードさせたり爪ガードさせたりはできるんですけど、ダメージには繋がらない。さあ一回こけるとめんどくさいですね。あーっとここは暴れ、さあお互い相打ちで開幕すら、
と、なんかソニックに突っ込んできましたね。サマーさあ投げ返しにサマーを入れてある。さあここは出さず爪をチクチク。さあいいですよ、バルログ側はそんな感じですね。ガードしてればダメージにならないので、さあ裏に行ってワンチャンと思ったが逆に画面端サマー、サマーごと投げた。サマーが投げられてしまう。いいですねこれ、このゲームバランス。ちょっとお電話ですねこれ ね、 そうですね、噂のお電話です ね、 こ、 ねこの時間カプコンさん営業してるかどうか分かんないですけど、さあ硬い硬いぞ。さあソニックが当てて投げて投げる。さあ体力ほぼ5分。さあソニック正面投げ返している。そうですね、ガイルはそうですね、落とす術が結構あるんで。さあ大好きなハイクローが通じない。さあ爪は取る隙がない。ツヒットサーマーソルト今日に行って勝負をしましたが、今回はガイルのサマーが勝つ。さあ次はグッチさんの、グッチさっきホークでしたね。さあバイソンかな。さあグッチバイソン対テラサンガイル。さあこれも熱いカードですね。さあバイソンがそこまで大きな有利は取れていない模様。さあぐちゃぐちゃにぐちゃぐちゃにしていく。さあスカル。さあテラさんが何もできずに一本を取られてしまう。さあソニック、ソニック、ソニック。さあソニックに上は痛い。さあもうクレイジーに溜まっているぞ。お互い持ってますね。あっとアッパあーと削ってしまう。最後は何か割り込めましたね、多分ね、割り込もうとして食らってしまいました。さあグッチバイソン。さあ次ははい、最後のプレイヤーですね。トモさんブランカ、トモブランカ、ブランカ、なぜかブランカ今、青サイさんのザンギーが6勝で、グッチさんホークが4勝、トモさんのバイソンが4勝と。さあこれブランカ側はワンチャン、ワンチャン。さあさあこれで裏表、さあ噛みつき、裏表を譲られているのブランカ。さあ動きがトリックですね、トリッキーですね。さあグッチさんが動きが鈍くなってるぞ。おっとしゃがみ食らって噛みつき。さあおトモザブランカ勝利。さあ続いて3周目入りますね。3周目、さあ2周目最終プレイヤーのトモザブランカ。さあトモザ君の連勝が止まるまで。さあ破天荒さん、おっ龍、うん、はい、トモザさんのブランカが勝利したんで3周目ということで、破天荒さん、龍ですね。さあこれブランカがね、波動を飛ぶくらいしかないんで、さあこの玉打ち、あー噛みつき、噛まれる。ちょっとね、龍ブランカね難しいんですよね。龍有利と言われてますが、ちょっと龍も難しいんですよね。まあ龍、玉打ちは結構難しいんで、読まれないように球を打つ、もしくは飛べない球を打たないといけないですね。そうですね。さあ噛みつきに行ったが、ここはちょっと間合いが遠かった。さあ大きい攻めには行かず、あーっと落とせなかった。さあ波動、あっと昇龍当たらない距離でした。そうですね、ブラン、さあ友田ブランカが勝利で、続いて辰俊さん、辰俊さんの龍かな。
ぞ。龍。さあ画面が緑色だ。さあ緑対決ですね。さあ勝利置いてある。おっと電撃でしょ。波動が刺さる。さあとは前です。そうですね、歩いて前を詰める。昇龍がね、飛びづらい前にしてやると、ならないようにフランカ側は飛んでなかなか攻められなくなりますね。そうですね。おっと昇龍が刺さる。いいですよ、上りジャンプに昇龍当たりましたね。さあ昇龍カス当てでも最後は真空を、まあ、これは十分。おっと削り切らなかった。おー昇龍おー、さあトモザブランカはここまでなのか。さあ噛みつき、さあ減る、噛みつきだけであれですよ。おお大昇龍勝っていく。いいですね、割り切ってますね。さあテクテク歩いて、さあチューローリング。さあこっからでも龍はいけるはず。さあしゃがみ大吉し当たらず。さあトモザブランカ1本取り返して、あっとリバーラン、ちょっとスライディングが。さあ置き攻め、あピヨッタ、これはこれは残念、トモザブランカ勝利。残念ながらタストさん負けてしまいました。どっちでもいいのかな、1キャラ目2キャラ目どっちのキャラを選んでもいいそうです。さあトモザブランカに対してハックンはキャミーを選択。さあキャミーブランカ、これどうなんでしょうかね。あっとピヨってドクロのピヨリですね。さあ今のところ1点、ハクキャミ1点です。あーっと1点で死亡。さあなんとか得点を上げてほしい。さあ投げる。さあタッチ中盤で落とす。さあ地上戦強いですねキャミ。さあこれはお釣り。さあブランカ側これ何をすればいいんでしょうね。もうジャックローリングで近づいて噛みつきとかそれぐらいしかないような気がしますね。さあ投げ返す。さあいい勝負ですね。さあダイヤシーチューチューローリング、これは死んだかな。おっと生きている。しかしさあぐる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 回っている。さあ2回目の、さあトモザブランカが4勝目かな今まで。次勝つと、2位が確定。さあ次はウネくん、ウネがいる。さあ最近だいぶキャラ対も上手くなってきているウネがいる。さあ玉打ちは結構上手い方だと俺は思ってますけど。さあしかしブランカワンチャンですね、ワンチャンで殺せるんで。さあここはジャンプ中キックにローリング突っ込んでいく。さあ2本目スタブが当たる。さあサマー出ていなかったが、さあピオル、これは死んだ。さあコンボをねミスんないですね友達、うまいですわさすがに。リバーランでめくりを落とせそうでしたけどね、ちょっと前行き過ぎちゃったんですかね。さあ体力かなり減っている。さあスタブと中キックブン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 振りまして、あっとここサマーソルト。さあ締めたな、ウネガイル。さあ青サイさんの青木サイクロンのザンギ6ウィン 6勝ですね。2位暫定2位がグッチ
ホークとトモザ・バイソン、トモザ・ブランカ。さあ2位に3キャラいますね。さあ2位決定戦、グッチさんとトモザ君。トモザ君はブランカかバイソンかどっちか、グッチさんはホーク。さあトモザ君はブランカを選択。さあブランカ対ホーク。さあ 1P、2P じゃんけんはグッチさんが勝って 2P を選択。さあブランカがトモザ・ブランカ、ホークがグッチ・ホーク。さあ2位決定戦なのでこれは1回勝負ですね。さあブランカをホークは、おっといきなり歩いて突っ込んできたところに、さあホークがかなり難しいですよこれ。さあブランカは飛び、さあビリビリ、サモーニング、ここ暴れて昇竜が入った中キックおっとグッチさんが一歩取る。さあブランカがもね、対空がね結構難しいんでね、自分で仕掛けていく分には仕掛けやすいキャラなんですが、攻められて守りに入った時に結構難しいですねビリビリして置き攻めはいかず、さあめくりから中盤で落とした。さあ相打ちさあこれで1対1。さあ勝つのはどっちだ。さあジャンプしたとこ大キック、あっやったこれは瀕死。しかしホークはワンチャン、あっ昇竜先端と垂直ダイパンかな。さあ青木サイクロン VS 友澤。これ一回リセットっていうか、まあ終わらして、さあ次は決勝、3本選手、青サイさんの青木サイクロンのザンギエフ対友澤君のブランカ。さあザンギーブランカは俺もたまにザンギ使ってブランカとやりますけど、かなりきついですねこれ。ブランカ側が、はい、しっかりやればそうですね、触れないですよ本当に。置き攻めで安全削りがあって、また結構、おっと、あと飛びがね、もう8割7割落とされるんですよね。そうですね、もうなんか今前ジャンプコピックでしたけど、立ち中パンと、立ち大パンと、あと垂直大パン、ブッシュバスターですか。さあかなり肉弾戦、置き攻めで密着から中足とかやってくれてるんで、ザンギ側にも今チャンスはあるんですけど、もっと冷たくやられると厳しいですよね。さあ、さあピヨルぞこれ、ダムラリいやバックステップとかあるんですけどね、もしくは投げ返しもね、噛みつき強いですからね。さあ2ラウンド目は噛み合って、さあ天気友澤くんが、さあこのロマンの置き攻めロマンワンチャンピ寄りますからね、あれね。さあ行く、まだ行く、トモさんなんかもう勝ちパターンはあれだと言わんばかりに、さ
さあもうピョンピョンしてればほぼほぼ負けないと思いますけど、垂直昇級とかめちゃめちゃ強いですからね。あのピョンピョンしてるところに前ジャンプ中パンとかで突っ込んでくるんですよね、ザンギはね。はい、おっとパイル、あんのかこれ。あーどうなる。あーさあ1試合目取ったのは青木サイクロン。めくりに行きましたね今。あれめくりダメじゃないですかあれ。あれローリングでね、相打ち、相打ちですよねあれね。めくれないとですね、バーチカル出せば。バーチカルか、ね、バーチカルです、相打ちになるよね、まあ、で下ためなんで、どっちでもいい、裏落ちでも表落ちでも関係なくダメだそうですよ。潰そうと思ったら、判定の強い技を少し高めに当てるとかしなきゃいけないんで早めに、ええ、さあ、1本取ったのは青木サイクロン。さあ、またやってる。さあ、青木攻めは通じず、さあ、ダブラリー。さあ、さすがにメインキャラのザンギにサブサブキャラのブランカーでは勝てないのか。チョップ。さあこれあれですね、ちょっと友田くんちょっと頑張って頑張って、これちょっとザンギ戦は経験値が足らないか。圧倒的にブランカーだと思うんですけどね。飛びの落とし方がちょっとぎこちない感じがありますね。上りジャンプぎこちないですね。おっとちょっと欲張りましたね今ね。これさあ、さあ、ツヒト。あー、危ない怖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 い危ない危ない。さあ、うん、これ3先なんで、だんだん経験値を積んでいくっていうのありますよね。あー、そうですね。あの置き攻めやめないですね。そうそう、いや、青沢さんが回さないからですよ。一生やる、一生やりますよ。あれ回さないまでもしゃがみガードでストマックでもやっとけば、ね、あまあそうですよね。さあ食らってる。あーっとそしてなぜかダブラリー。さあ取り返したのは さあ友田くんが1本取り返して 1-1。 さあ徐々に経験値を積んでいってる。これあれですね、3先やってる間にザンギ戦覚えちゃう可能性がありますね。これね、さあ投げてファイル受け身なし。さあ、そうこれ打ちですね。さあ危ない危ない危ない怖い怖い怖い危ないよそれ。置き攻めは頭潰せばいいんで、ジャンプショーパン中足ローリングあたりが安全削りですよね。ねえローリングね、弱系中系で飛んでるっぽいんですけど。さあダブラリ、おっとここはリバーサー。まだやってる。噛みついた。さあしかも削りにいった。さあ、青斎さんの顔がちょっと苗気味になってますね。はい、あと、レバーがレバーがおかしいぞ。ちょっとレバーの調子があまりよろしくないそうで。ひかるくん、ちょっと、チューザーします。では友澤くんが1本取ったところからですかね。この1本取ったところからだそうです。それで勘弁してください。さあしばしお待ちを。今レバーを調整しております。だいぶ、今の始まりでだいぶ覚えてる。
勉強します。友田さんに聞こえるとまずいんですけど、まあ、ブランカ側、はいはい、基本攻めずになんかタッチショー K とかタッチショー P とかなんか安定の強さ振っといて、タッチショー K もね、めんどくさいですよね。あれ中キックでこう触りに行こうとするとなんかね、食らったり回収に行ってないです。今聞こえない？分かんない。いや、聞こえてると思いますよ。お多分。さあさあ、レバーのメンテが終わりました。青サイさん、ちょっと触ってみて。さあ、青サイさんの OK が出れば試合再開になります。さあ、昇龍連発。さあ、OK でしょうか。いいですか。さあ、OK 出ましたので、あれ 1-0 だっけ。さあ、では友田君が、友田さんが殺していただいて、さあ、華麗な3ヒット、華麗な2ヒットで、1ラウンド目を友田さんが取ってからですね。さあ、今1対11本ずつ取り合って、レバーがちょっと悪くなったのでメンテナンス入りましたが、これ3本目の勝負は、友澤ブランカが1本取った状態からスタート。さあ、ここからですね。お待たせいたしました。第3試合、1-1からの第3試合の2ラウンド目。さあ、ここから。さあ、ジャンプライキック、差し返し、うまい、ダイヤスナイク。まだやりにくい、あれだけはやめない。お、ブッシュタイク。お、いいですね。あれが見たかった、ブッシュバスター。なんか出てますよ。さあ、置き攻めよ。さあ、この距離が冷たい、ブランカ。あ、いいですね。あれ何もできないですよ。さあ、ローリングで削りに行かない。危ない、危ない、危ない、危ない。さあ、どうする、どうする。おっと、差し返している。あー、触ってしまう。さあ、2本目取ったのは友澤ブランカー。さあ、リーチですね。さあ、これで友田君が2本、青サイさん、青サイクロンが1本。青サイさんのブランカ戦の経験値はどのぐらいなのか、ちょっと分かることが。でもこれちょっとね、負けたら悔しいですね。そうですね。まあ、友田さん、にわかブランカに負けたくねえと。そうですね。今日ちょっと体調の関係で目が使えないから使ってみたみたいなブランカですからね。そうなんだ。ちょっと目がは使えるコンディションではない、かつ2回バイソンもどうなのみたいな感じでさ。あー、なるほど、ね、そこはちょっと遠慮したんですよね。あっと、バニシング。得意な青サイ大パンチっぽいものが見えたんですが、ローリングめり込んでいた。さあ、本当にリーチ。トモさん、バックステップつかないですよね。あ、そうですね、そういえば。ローリング多め。リバサのローリングはうまいですね。精度高いですね。はい。ローリゲリ。でも、ブランカの動きとは思えないですよ。あれ、ベガの技じゃないですか。そうですね、多分。基本ベガで、さあ、スクリュー1回、優しい。しかし、ちょっと遠いぞ。あー、これしかできない。あっと、高めで。さあ、受け身ある。ロール。さあ、きつい。ダブルリバンチャールか。あ、青崎さん得意なの壊し台足ですね。壊し台足、ロー台足なら繋がるんですけど、壊し台足は絶対繋がらないんですが、動いたところに次の台足が当たる仕組み。さあ、青崎チョップ。ダブラリー、青崎さんのいい動きが出てきてる。さあ、青崎チョップ。あ、いいですね、コパン。さあ、ローマンは繋がらない。しかし、大打ちで、相打ちで、体力的には、お、いいですね、今の変わらず。さあ、こっから青サイチョップ。うまいな、間合いの決め方うまいですね。上りチョップ。さあ、リバナ。さあ、削った。あの削り結構バカにならないんですよね。さあ、リバナが潰れる。
さあこういう青さ後半にリバランあの状態の青さんさんは強いですね。さあ取り返しましたね。さあこれで2対2さあもつれにもつれて 2-2 ですね。これ今度こそいろいろありましたが、さあ決勝第5試合ファイナル、本当にファイナルですね。さあロッククラッシュ、さあ相打ちを取って飛びは通さない。さあこの投げ返しからのこっからですね。ああナイスガードですね。空対空めり込む、おおリバーサル出すな。スラップ、さあ削れ削ってスネーク、さあこの歩いおダイヤスタイクかな。コッパンは落ちにくい、難しいですね。さあ優勝へ、さあまだ行くまだ行くまだ行くさあビリビリはせずにダイヤ足を選択、ダイヤ足ロマン、さあやっと当たったのに当たった時だけどれてない。あのコンボが実ったの1回だけですね。ロール、さあこれ遠い、あ分かんないよ、これ確定ないですね。さあ勝ったのはトモザブランカ、おめでとうございます。トモザブランカが勝利、おめでとうございます。一言いただけますか。酔っ払ってたからブランカに出たらなんとなく勝てました。ありがとうございました。なるほど、そういうことでしたか。そうです、なんかちょっとベガ使うコンディションじゃない的 な, な、ね、でもなんかでバイソン2回って言ったんですけど、僕がバイソン2回はちょっとって言ったらじゃあブランカでいいや。まあまあまあ、まあ、でもクレバーでしたね。あのそうですよ、だいぶあの立ち回り良くなってきましたよ。最後の方は友田さんバイソンとブランカ両方4勝で好きな方で出ていいよって言ったらは相手がグッチさんのホークと、あのいやでも一本取られてましたからね。グッチさんっていい勝負でしたよ。まあでもバイソンで行くよりは両方ともいけるという、あそうですね。というわけで第65回四季の細道優勝はなんと友田さんのブランカでした。なんかありがとうございます。ありがとうございます。それからですね、今週の日曜日、2月25日日曜日、午後4時から、月例大会、こちらで X の月例大会ありますので、皆さん喜んで、皆さんご参加よろしくお願いいたします。じゃあ残りの時間はの試合ですね、よろしくお願いします。
ということで、本日も23時過ぎましたので、この試合で、配信の方は最後にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。先ほども、ゼロデフさんおっしゃってましたが、明後日ですね、25日日曜日発令大会、ここデートなしで行われますので、興味がある方、ぜひ足を運んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。Fire! Fire! 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 Fire!
はい、ということで、今週もお疲れ様でした。では配信の方終了したいと思います。ではまた来週もよろしくお願いいたします。失礼いたします。